ち組がこの社会を回してる。私は負け組になりたくない。だからこんなに頑張ってる。そういうところだと思う。うるさい。なんでそんなこと言ったの。私も成果受ける。自分のために。脳みそ使った。疲れた。糖分補給が必要だね。いつもの味にひとさじのときめきを込めて、長峰こうコラボスイーツ始まるよ。あ、この前こうちゃんが CM してたコンビニスイーツ、あれ今日発売だよね。そうだっけ。で、今日もこうちゃん撮影でお休みか。いいこと思いついた。コンビニでスイーツ買ってこうちゃんの現場に差し入れしよう。寄り道したいだけでしょ。バレたか。ねえねえ、さっちゃんも行こうよ。あ、ごめん、受験用コースの特別授業で。え、あ、そっか。この後の授業すごいな。だからさくら、今日は先帰ってて。はい、承知しました。あ、さくらちゃん帰ろう。はい。受験コースは何すんの？この後志望校合格率判定模試。何それ、呪文みたい。現時点でどれくらい志望校の合格率の学力があるのか測れる試験のことです。首都圏と言わず全国規模で行われる模試で、夏、秋、冬と年3回開催。特に今週末の冬開催の会は中学受験会で最後の壁と呼ばれます。最後の壁。この模試の結果次第で志望校の試験を受けることは諦める。ここまでずっと頑張ってきた結果が入試直前の模試の結果に出ないって、本当に心も折れちゃうな。ずっと頑張ってきたら何の話ね。ん？私とこの人は夏も秋も受けてきたから初めてでしょ、模試とか。え、あ、塾のなら受けたことあるし。あの赤点のやつ今もまだあるかな。あれは過去の話だし、今回はいいかもしれないし、受けてみないと分かんないじゃん。分かってないな。この塾レベルであの点数じゃ全国レベルでも赤点に決まってるって。それはどうかと。え、この塾のオリジナル模試は単元ごとに行われます。国語なら説明文の回と物語文の回、算数なら鶴亀算や早算、平面図形の回など。でも志望校合格率判定模試はまんべんなく全ての単元が出ます。国語なら説明文も物語文も一緒に、算数も同じです。もっと分かりやすく説明してよ。つまり東堂さんはメイクやネイル、ヘアアレンジなど一つの部分を極めて飾ることは苦手なのかもしれません。でも頭の先からつま先までのトータルコーディネートのように一度にいろんな部分を着飾ってその全体のバランスを整えるのには向いているかもしれません。ですがまだ志望校合格率判定模試を受けられたことがないので、その可能性は未知数ということです。しずえさん、ありがとう。
なんでなんかいい感じに背中押されちゃってんのよ。無理に決まってるって。いえ、あくまでも個人的見解です。あんたいつもよりちょっとドヤ顔なの気づいてる？あー、なんかちょっと受験コース楽しそうだったな。あの会話の部分だけ見て言ってるでしょ。実際授業は大変だよ、きっと。志望校合格という共通の目標が団結力を生むのでしょうか。心なしか、いつもよりお三方仲が良さそうに見えましたが。それもあると思うけど、やっぱマリカと静江さんだけじゃあそこまで盛り上がらないんだよな。それがさくちゃんの才能じゃない？こうちゃん！撮影巻き巻きで早く終わってお家帰ろうって思ってたらみんなが通りかかるの見えて、自主会しよう。それってもしかして、おお、いつもの味にひとさじのときめきを込めて、長峰子コラボスイーツ発注もあるよ。せーの、いただきます。おいしい。なんかおしゃれな味がするでしょ。私もそう思うやつ試食で選んだの。コウさんはこのようなお仕事もなさっているのですね。多彩です。ほらほら、さくらちゃんも食べて。おいしい。あ、もしかしてこれはこうさんの才能？才能？あ、先ほどこうさんがおっしゃっていたでしょ、さくの才能と。それがちゃんの才能じゃない？あー、さくちゃんって誰とでも仲良くなれるとか人と人を結べるっていうのが人よりも得意なのかなって見てて思う。だってほら、こういうのって勉強とかとは違って何問解いたら身につくとか何点から合格っていうのがないでしょ。だから才能だなって思って。なるほど、確かにさっきもまるでいつもの私たちって感じで、マリカと静江さんと3人で盛り上がってたし、なんかあの子らしい才能だ。さく、あんたやっぱ本番でも赤点じゃない？あー、すご、静江さんほぼ満点だよ。ほぼということは、どこか取りこぼしがあるということ。どこをミスしていましたか？あ、ここだけど。ストイックだなぁ。まずは自分の心配したら？うわぁ、見事に真っ赤っか。誰とでも仲良くなれる、人と人を結ぶ才能、やっぱり血は争えないものですね。須崎さん、圭太郎さん、あちらの時代でもお元気かしら。さくら。あ、圭太さん。今帰り？はい、寄り道というものを体験していました。そっかそっか。ケイタさんは？夕飯の買い出し。今晩の献立は何ですか？ケイタさん？マナ、
寄り道できるよな。え？ただいま。兄ちゃんおかえり。ただいま戻りました。さくら、さくらだ、おかえり。さくら、おかえり。のぞみさん、おかえり。さくら、何してんの？帰るよ。え？え？何？一緒に帰るのは不満？いや、帰ろう帰ろう。あ、しずえさんもよかったら一緒に帰ろうよ。私はもう少し自習してから帰ります。あ、そっか。ほら。え？ちょっと。バイバイ、しずえさん。あのさ、しずえさんっていつもあんな感じ？あんな感じって？あ、自分のミスばっかり目がいくというか、完璧主義というか、ストイックというか、まあめったに喜んでる。自分をこんな来る姿は見たことないかな。教室で自分を褒めるのマリカぐらいしかいないもんね。なんか言いました？別に。自己肯定感が高いのはいいことってママが言ってたの。自己肯定感、これだからお子ちゃまは自分で自分を褒めたり認めたりすること。ああ、マリカがいつもやってるやつね。じゃないとある日心がポッキリ折れちゃうから。ポッキリね。うん、キュートコロド。お邪魔します。もう悪いな。ほんとそれ、こっちは疲れてんのに。ごめんって。こっちこっち。あんな感じで。もう3年。でもまだ3年だもんね。ケータママが作るアップルパイ好きだったな。のぞみも気が強いからあんまり寂しいとか普段言わないんだけどさ。はい、ありがとう。さくらが一緒に住んでいた期間も結構のぞみも救われたみたいで、だから今日お前も授業でいないし夕飯一緒に食べないかってさくらを呼んだら、のぞみテンション上がっちゃって。そっか。これからもさ、お前が授業で遅くなるときはさくらこの家に招待していいかな？まあ私に許可を取らなくてもさくらがいいって言えばいいんじゃない？
手応えのほどは。分かんないよ。だって受けたの初めてだし。さくちゃんならなんかできるよ。とりあえず開けてみましょう。なんか俺まで緊張する。これってマリカがたまに騒いでたディサポイントメント。これってつまり絶望的って意味の D 判定。何これ。マリカさん、この結果って全然いいじゃん。え、確かにディサポイントメントは絶望的なって意味でもあるけど、この模試結果がひどすぎたら判定不能って書いてあるの。それってつまり初めて受けたにしてはなかなかいい結果じゃん。よかったまだ合格の見込みはかすかにある。ドリームの D 判定。お兄ちゃん、教科書のぞみのと間違える。ボケてるでしょ。もう。ドリームの D 判定。やばい、これはお母さんに報告しないと。やったじゃん、さっちゃん。おめでとう、さくちゃん。あっぱれ別作。ドリームの D 判定って、マリカもたまにはいいこと言うじゃん。ま、私は絶対合格判定内の A だけど。うわすごい。あ、静江さんは？ベスってこれは…バカ！ A の上、最上級の S、首席入学が狙えるレベルの。私より全然上。しずえさんが目指している日常で S なんて日本の超トップ層じゃん。しかも偏差値的に日本3位だって。すごくない？すごい。さすがしずえさん。しずえさん最上級の S、 首席入学が狙えるレベル、全国3位。1位じゃなきゃ意味がない。 A だろうが D だろうが褒めてくれる親のもとに生まれたみんなが羨ましい。3位なんて私からしたら判定不能と同じ、負けと同じだってさ。だから大好きだったテニスだって続けさせてもらえない。本当は勉強なんかよりテニスがしたいな。うちの親は聞く耳なんて持たない。しずえさん、ああ、親ガチャ大失敗。親ガチャって何それ。のぞみ、ちゃんと話したの？本当はテニスがやりたいのって、1位じゃなくても褒めてってちゃんと言ったの？ねえやめろって。のぞみ、話せるうちに、生きてるうちにちゃんと話をしたのって聞いてるの。だから話したって意味ないの。そんなこと。私は静江さんの肩を持ちます。さくら、親は絶対、結婚も将来進むべき道も決めるのは親です。子供はそれに従う。私はそう育ちました。でもそういう時代があったからこそ今ここに私がいるのだと思います。だから静江さんは間違っていません。ああ、うっざ。なんか言いたいことあるんだったらさっさと言えば。気が散る。静江さん、
本当にこのままでいいの？私、さくらに似たようなこと言われてさ。だから、しずえさんにも諦めないでほしい。親とちゃんと話をしてほしい。その、やりたいこととか。絶望的な会話にしかならないですよ。じゃあ、対策すればいいんだよ。確かに。そうだよ。もし、もしと一緒だよ。ああ言われたら後悔すとか、相手の反応とか反論を予想して計画を立てて対策すればいいんだよ。でも勉強オタクのあんたがいつも言ってることでしょ。そっか。やっぱさくちゃんってすごいな。マジでも似合わないかも。え、待って待って。え？しずえさん、その格好は推しだと思って対策して挑めば、あんなに無理だと思っていた親との会話も落ち着いてできました。さすがというか、なんというか。でもよかった、話できて。善は急げて、今日から早速復帰です。そこもさすが。あ、でも塾は？この時期に受験をやめると勉強ができない自分から逃げたと言われがちですが、私は逆。夢から、本当にやりたいことから、そして自分から、そういうものから逃げて中学受験をしていたのかもしれません。私のような道もあるんだと気楽に。でも最後まで手は抜かずに受験頑張ってください。では。夢に手が届く。
好つけんなよ。え、格好つけてない。ここにいるでしょ。だから安心して。